録画し忘れてました。すいません、やっちまいましたね。だーん。誰ってなっちゃった。録画してなかった、間違えた。だから4月、6月、7月の4週目後半あたりがちょっと抜けちゃった。まあまあまあ許してください、あの後負けまくって41勝49敗になっております。首位とのゲーム差は14ゲーム差。で、オールスターゲームが今あって、オールスターゲームではパシフィックが勝ちましたよという、それだけですけどね。アスナの TV 何が、何でか契約し直せた。最下位じゃなかったらアスナの TV にできる。もうこっからお金関係ないんだよな、はっきり言って。あとトレードをね、トレードしました。トレードしてない、トレード申し込みました。レンっていう外野手を、今誰って言ってた、レンっていう外野手を獲得して、これをトレードの駒にして、もう来年のことなどどうでもいい、来年のことなどもうどうでもいいんですよ。もう終了してるからな、ほぼほぼ。どうしよっかな、負けちゃう、負けちゃわない。よし、あ、巨人今まだ首位に立ってるね。これ破ったら間違いない、これ間違いじゃない、間違いじゃない。3対4なら間違いじゃない。どうもな、破田が、獲得して破田がいまいち成績上がってないっていうと、金本がな、金本より決めたくのがまだいいんじゃねえかな。守備力が全然違うけど、これでいこう。きつい、全然浮上してこないチームが。ピッチャーが悪いんかな。このアスナの TV だとね、ほとんど聞かないよな。すぐその上の方のテレビ局になっていくから、通過していくだけというか。カレンダー、カレンダーは確か年末年始に売れるんだよ。年末年始に登録しとく。ノートパソコン、ノートパソコンでキャッチャーのキャッチャーリードが ID 野球ができるようになる。キャッチャーリードが良くなるだったような気がする。違ったかもしれない。グッズをね、市場に出す、グッズショップに出すか出さないかみたいなのあるんだけど、まだグッズこれでいけた、501でいけた。アイテムも、アイテム3002かな。いけた、よし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 。焼きつくなんか動画はさ、焼きつくの動画はまあまあ再生数伸びてるような、再生数じゃない、再生時間が伸びてる。シェンムーに比べたらまあ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 人気みたいな、人気、まあまあ見る人がいるという人気とは言わないわ、人気とはおこがましくて言えないですけども、ね、だから大事に大事に実況をね、撮っていった方がいいんだろうなという気がするんだけどね。雑に言っちゃってるね、なんか雑に言っちゃってるね、大雑把に言ってる、ね、多分遊びたい部分のが大きいな。こうしてこうしてこうなってこうなってっていうのは、そしてあとフラストレーションがたまる。勝てなすぎて、勝てなさすぎてフラストレーションがたまる。まあボコボコ勝ってる試合の方が面白い、勝ってるからって面白いかどうかわからんけどな。うお、すぎると発展おズボ、まあ、金本に尾形にすごいね。初回から3本のホームランで2点3点3点と、そりゃ勝つわ、そりゃ勝ちますよ。ミンチ、今久しぶりにトマベチ投げ出してみよう。いいですね、トマベチ。ほとんど悪くない。今年もしも優勝したらトマベチが MVP になってもいいレベル。それは言い過ぎか。
8勝8敗、なんかあれだな、阪神にしか勝ってねえな阪神キラーとかした広島すごい勝ちっぷりだもん、阪神だけ。なんでだろう、なんか阪神と相性のいい要素なんかあったかな。対戦成績見えないけど、もうあと残り何試合だこの時135試合制じゃないか、あと35試合ぐらいしかないんじゃない、ないんじゃないじゃろうか、ないんじゃないじゃろうか。特に動きもなく試合をやってきます。10分まで、録画開始して10分まではこうやって結果だけ見ていきますよ。ミンチ、チコワザ選手の調子が落ちている。ちょっと試しに調子のいい、全然良くないけどな、こう見ると。洗いを出してみよう。勝った。まあこれ洗いうんじゃないだろうと思う。調子いいのは高橋健か。ああ、洗いはどうだったの。この前の試合打ったのかな。あのメッセージ。洗い。3打数1安打、まあ悪くねえな。じゃあこれもちょっと洗いを継続してみるか。洗い。こういう風にして選手の入れ替えが起こっていくんですよね。第2戦、打撃成績、カープ、洗い。洗いさん。3打数2安打、悪くない。悪くないとか言ってる。誰投げさせようかな。おー、山口。山口じゃない、山内。チコワザ選手は相変わらず入れ替えで、オズボーンも変えた方がいいんかな。セカンドに入れられるのこっちぐらいしかいないんだよね。守備も打力も全然雲泥の差があるしな。せいぜい入れるならキムタクだけど、まあキムタク入れるのはちょっと忍びねえな。おお、6連勝してないか、前のカードから。お、洗いが、新井さんが活躍しているこのカード、新井さんが活躍している。変えた新井さんがうまく機能していたということですね。3打数1安打、3打数2安打、3打数1安打で1本ホームラン。うん、悪くないっていうか、ピシャッとハマってる感じですよね。いやー、いよいよもう100試合突破したチームがちらほら。でも48勝51敗だぞ。優勝は無理にしても、優勝こそ無理にしても、まあまあ肉薄したんじゃないかせめて5割、今6連勝の Y が出たな。せめて5割というか、5割でいけたら十分っていうのは甘いか、この手のゲームで5割は。あら、てってててれれれれれれ、怒ってるのを見てしまいました。活躍の場を与えてあげますか。活躍の場、心に穴が開いたような。最近野球をやっていてもつまらなくて、何かいい解決方法はありませんか。野球より面白いものなんてない野球より面白いものなんかこの世にないよ。気分転換も必要かもな。自分で自分に目標を課してはどうかね。これ難しいな。気分転換も必要かもなにしとこう。あ、このカード、次のカードから、次のカードが終わったらいいでしょう。後藤いいね。後藤投げさせてみるか。いや、次でいいよ。まずはミンチ。いや、ちょっとアクが残ってるやつばっかだな。後藤投げさせてみるか。そして、田村出せって言われてもな、小笠原に変えることになるんだよな。変えられねえ。せっかくメールをもらったけど、すいませんね。7連勝。チーム7連勝中。山口、ここで見るか。ここで勝ったら8連勝かかってるもんね。ちょっと見たいよな、個人的に。俺が見たい、ここで勝ってるところ見たい。変える必要がある選手に。チコ技どうだった、このここでは、まあ、4打数1安打2打点。ああ、全然活躍してるわ。見るか、見ていくか。あ、
クリーンセーバーが起動したの今見えたね。皆さんお待たせしました。いかがお過ごしでしょうか。スワローズ対パープ18回戦の模様をお送りします。まもなく試合開始。ヤクルトと試合するの初めてじゃない、もしかして。やってる。古田がどうのこうの言ったような気がする。ただ最下位ヤクルト相手に取りこぼすわけにはいかない。この後に及んでいかないんですよ。うわ、3番岩村、4番ピラジン、いやいきなり先制されちゃってますけども、いきなり初回から2点先制されてるけども、なんとか出塁して東でバントして、伊藤智人だぞ、あのすごいスライダーで有名な伊藤智人が先発ピッチャーしてますね。選手寿命はめちゃくちゃ短かったから、伊藤智人がこうやって伝説のピッチャーではありながらもこうやって投げてる姿を見れるのは、投げてる姿ってほど投げてる姿じゃないんだけどな、ゲーム内で活躍しているのを見れるのはかなりレアな映像と言えるでしょうね。オズボーンすごい成績加工してるな。入団したての時は3割4分ぐらい、獲得したての時は3割4分ぐらい打ってたんだけど、ここのところ調子落としてる。やっぱ3割4分ぐらいのダッチ打者が今2割9分1厘しか打ててないとなると、かなり成績が下降線を辿ってるっていうのがちょっとな、分かるね。いいんじゃないこれは、ヒットじゃないか、いける、走れ、おーうおい、ノーアウト満塁のチャンス。小笠原長打狙い、いやでもすごいな小笠原、さすが取ってよかったっす。小笠原3割2分6厘だぞ。まあ打点こそ少ないのは獲得したのが遅かったからということだけども、3割2分6厘、キャッチャーが3割2分6厘打ってる。キャッチャーと言えるほどキャッチャーしてるかどうかはまあ怪しいけど、いいですね、これが小笠原、確実にヒット打っていく。初回から3点タイムリー、3点ツーベース、そして控え手はロペス。次に控え手はロペス、5番ロペス、うちのチームで一番打点を稼いでいる男。まあ序盤はかなりロペス4番にして活躍してたんですけど、でも現実問題3割6分打ってくれてるから、打点云々じゃなくてちゃんと引っ張ってるよね、チーム。そしてこうやってヒット打ってくれる。小笠原も帰ってくるはない。帰ってこれ。で、次、金本だね。浅井か。浅井の方がそれはもう、まあ、能力的には浅井の方が金本より下なんだけど、こうやって成績、数字だけ出してくれるのてればね、それは浅井の方が上で使うわってことですわね。浅井であってるよな。浅井じゃないよな。浅井長政とか。うおう、初回から打線が爆発してる。ワンアウトも取れずに伊藤智人が炎上している。ここで金本ホームラン打てないようじゃ、ちょっと、阪神の監督は務まらないね。もう。2ボールだから打つカウントだよ。打たない、ワンスリー、いいんじゃないですか。ここで一発ストレートだけに狙いを、ここで長打狙いは取り消しだわ。フォアボール、シクワザ選手のホームラン見てみたい。ダメかな、今のスイング見たら分かるわ、ダメかなって感じがするな。頼むよ、
うわー、どうしよう。どうしよう。取り消し。外れてくれ。あー、でも、ランナー進んでる。なんで三塁ランナー進む必要なかったでしょ、今の。追加点のチャンスになります。なんでだ。カウントはノア。山内変えよう。ここでもう代打出そう。代打ホリス。おっと、ここで代打。おっと、これ代打。なぜかというと山内は初回で2失点したからね。初回に失点したピッチャーをこの後投げさせるわけにはいかない。中継ぎでなんとかロングリリーフを後藤に任せてなんとかしよう。むしろここでホリスがヒット1本でも打ってくれた方が勝ちの確率は上がる。どうしようどうしようどうしよう。計画狂った。ヤブダ、ヤブダ投げさす。防御率5割1分2厘のピッチャーを投げさす。デッドボール勝負。先頭バッターからデッドボール。でもまあいけそうだな、この回抑えられる。まあちょっと2点リードしたのはちょっと気持ち的に大きいな。このままいってほしい。初回の攻撃長かったね。あれで時間が10分ぐらいやってたような気がする。でも小笠原がタイムリーを1本でも打てない。あんま最近ホームラン見てないな。それでは街は回っている。通称お岩村のホームランか。それ待ちでなんかあのホームランの語源は敵を葬り去らんとほどの打球だから、ホームラン、敵をホームランとするとかなんとか語源を解説してた。嘘だけどネタで。でもまあ確かにホームランで敵をホームランがある意味それが語源と言われても信じちゃいそうだよね。なんか負けてるんだけど矢蓋のせいだ。難しいな、ここは動かん方がいいな。ヤクルトには負けられないんですが、ヤブだってあのロッテで活躍してそのままだっけ、そのまま海外行って、それであれだっけ、それで現役引退だっけかな。ロッテの後もキャリアってなかったっけか、日本では。ちょっとうろ覚えだわ。確かあのその時ロッテの監督、ロッテじゃないわ、あの移籍したのがロイヤルズかなあたりで、監督がヒルマン監督、半日ハムので、矢蓋獲得を熱望して矢蓋獲得って活躍するかなと思ってたんだけど、また1点入った。矢蓋今失礼したかなと思って気がして、初回からあんなに打ったのにあんなに打ったのに。ボールはファウルグラウンドへ。さあ次の投球、おっと牽制。空振り、ツーストライク。ここ1点欲しいけどあんまりチャンスじゃないぞ。石井博としたし、その昔ヤクルトはなんかロケットボーイズみたいなのを名付けて、シーヒロトシと五十嵐とあともう一人ぐらいでなんかめちゃめちゃ球の速い3人組みたいなのいたけど、うわー、スライダー、スライダー。シーヒロトシはなんか一度確か第1回のワールド WRC で、 WRC って言うんですよ、違う、車の大会だ、ワールドベースボールクラシック WBC でさ、確か第1回大会のあたり活躍した後鳴かず飛ばずだったんだよ、なんか故障して肩故障して、すごいピッチャーだった気がする。今ダイソー出すべき、高津信号。キャッチャー古田だからほんまあんまり走らさん方がいいんだろうけど、見送ってボール。
松も大リーガーですね。肩書きとしては大リーガーだな。ホワイトソックス高津。そう考えると大リーガーって大したことないんじゃないかなって思ってくるよね。そういう大リーガーの人がある意味プロに戻ってきたりするからね。プロに戻ってきて、その大リーグ経験した後戻ってきて、でもそういう選手もやっぱ 元大リーガーと言っていいわけだからね。 3A のみの外国人選手とかって投入してきました。広島じゃ例えられんな。 DeNA でも無理か。五十嵐とかソフトバンクね。よし、1点入ったぞ。テキサスヒットだ。ポテンヒットだ。五十嵐とか、あとそう、川崎宗則とかね。でも現それも言ってみれば大リーガーって言っていいわけだからね。まあ、ソフトバンクぐらいの資金力なんてできないけどね。そんなことは大リーグちょっとレバーちょっとレバーだけでももうまあまあ元大リーガーと言えるんだから肩書きはまだヤブと投げさせてるけどランナー出たら変えようか作戦が采配がかなり恨めってるな。ランナー出したら変えようかとか言いながらその回にホームランを打てよし東で盗塁だ。この試合長いぞ。でもこの試合ほんと負けられねえ。五十嵐じゃん。ダメだな、ランナーの足が止まってる。ふぅ、防御率 5.29 の五十嵐だから確率的にはここすごくカーンホームランの可能性高いんじゃないかと思うけど調子下降気味の五十嵐、上がり調子の五十嵐、そして打率5割に 5.29 の防御率と打率3割2分6厘の結果がこの三振。もう数字は信用できないね。お走らないの。走ってくれ今のは。おでもナムペースだから帰ってくれんか。よっしゃ追いついた。クロスプレーになるかと思った。金本ほんまカスやな。ほんま金本カスやな。ピッチャーさすがに交代。さすがに交代。ここで調子のいい後藤に変えましょう。防御率 7.43 って一瞬見えたけど。ピッチャー変えないし、ヤクルトは。その采配、良くないよ。いや、もう誰かしたいな。なんでこんな簡単に点取られるの、副島。チコ技変えれねえな。チコ技代走福地、代打に後藤のところ代打に木村拓哉と見せかけて木村かな。チャンス D か、チャンス C の方がいいな。調子いいからね。盗塁作戦ビシビシ出してるけど、これはいい。福知屋のうちにヤクルトに移籍したいね。バントでよかったかな、もしかしたら。振るな、絶対に振るな。ツーストライクまでは振るな。行こう。よし、信じるよ、尾形を信じよう。監督尾形を信じよう。時には信じることも大事。選手を信じて送り出す。嘘だー
ひどい。なんでだよ今のは。悪夢じゃんこんな。悪夢じゃんこんなん。ただの玉木は投げさせれんな。川口投げさせてもとりあえず三塁には荒井を入れて、うん、そうだな。ピッチャー交代。右だな、玉木。だって左のワンポイントと思って投げさせた川内が、おいおいおいダメだ、勝てねえ。こんなに時間かけて作戦練ってるのに勝てねえっていう、つらみがあるな、つらみが。勝たせてくれ。オズボーン頼むよ。もうダメだ、勝てねえ、勝てねえっていう敗色濃厚感出てるけど、まだ2点差だし、オズボーンが出てくれれば分からん。ドバシー、うまい守備が。ただ出塁だけしてくれ、出塁だけ。ここはホームランを狙うんでいいぞ。相手も疲れてる。五十嵐さっき三振したけど、2打席連続で三振なんてことは、この対戦成績で、対戦でこの成績を見れば明らか。ここで負けるなどということは、これ打ち取られるなどということはないと思うけどな。うわぁ、宮本守備がうめぇんだ。もうこれはあの関根のおじいさんも絶賛ですね。関根純三おじいさんも絶賛の守備ですね。きっと じっと見つめる戦況。もう五十嵐40球も投げてるぞ、中継ぎピッチャー。この時点でもうおかしいんだよ。こんなおかしいことされてるのに手も足も出ずに負けてしまうのか。最終回、うわもうストレート150キロ出んでしょ。ああ宮本でもなかった。ショート今池山入れてたわ。宮本でもない、なかった。負けました。ここ負けたのつらいな。ここで勝ったら勢い乗れたのに。くそー、もう10連勝とかしても1位になれるのかわからないよこれ。スミッツ負け越しから差が続く。そこから先に行けない。3つ負け越しから、いやー厳しいな。厳しいでございますね。ただ普通に野球付きやってるだけだけど、ね、実況何も考えてない。流れとか何も考えずただやってるだけだけど、悔しい。考えてるくらいやめてくださいよ。本当は私のことなど何も思ってないんでしょう。バレちまったか。おっとまたスクリーンセーバーが起動してしまいました。ほいじゃあ、まあこの辺りでパート11でシータ11。なんかちょっと目がキョロキョロしたね。なんかちょっとイマイチな感じになっちゃってるんですけど、なんとなくイマイチな感じになってますけども、まあいやまあ動画は続けていきます。ほなまだ。